リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、本日はご報告がありまして、動画を回しております。はい、まあ、見てわかる通り、サバンナモニターが、増えている。はい、で、これが何かというとですね、まあ、手前にいるのがシェフィーです。奥がね、実はお預かりした子なんですけれども、ちょっと嫌そうだから、下ろしましょう。シェフィーの方がねちょっと黒っぽいんですけども、このもう片方の方がちょっとオレンジがかったサバンナモニターになります。で、この方が何かと言いますと、まあ、何があったかと言いますと、知り合いからお預かりすることになりました。でね、その方なんですけれども、なぜ預かることになったかっていうと、ちょっとその方がですね、海外出張に行かなければならなくなってしまって、で、その方のお家で飼育されているサバンナモニターだったんですね。で、その長期出張っていうのが半年から1年ぐらいっていうお話なんですよ。で、ただそれがね、延長になるかもとかっていうのもいろいろお話をいただいてて、で、ひとまず、いいよっていう形でお預かりすることにしました。ちゃんとあの、飼育のそのサポートっていうのはその方からもしていただくっていう状態なんですけれども。で、まあ私と同じタイミングで迎えた方なんですよね。で、体格的にも同じって感じなんですよね。誕生日もね、同じだったはずです。はい。で、この子がね、今後動画にも出てくると思うので、ぜひともね、ご紹介しておこうかなと。で、まだね、2匹、テールアタックで喧嘩ってほとんど喧嘩はしないんですけども、テールアタックはあるので、ちょっとゆっくりね、こうやって慣れてもらおうかなっていうのと、こう2匹を入れることによって、シェフィーも、そしてこの預かった子も、社会性というのが生まれるみたいなんですね。で、ちょっと荒くならないようになりやすいっていうのもあって、預かるのも決意しました。で、飼育のサポートも全然していただく、餌代とかそういうことですね。していただくので、全然問題なく飼育はできるかなと思います。で、まあ、テールアタック程度はあるけど、噛みついての喧嘩とかはなさそうなので、一緒に飼育していこうと思います。で、そしてですね、この子、まだその飼い主さんがですね、名前をつけていないんですよ。で、私に命名権をくれたんですよね、この子の。あっちがシェフィーね。で、この子の名前も決めていいよっていうお話になって、で、しかも、まあ、その、出張がね、長引いたりすると、もしかしたら本当にうちで引き取るっていう話も出てくるかもしれないので、なので、ちゃんと名前を考えてあげようかなって思っております。で、もう実はね、決めてます。名前はですね、この子は、サニーにします。はい、以前ね、サバンナモニターをお迎えした時の動画とかの時にね、言ってるんですけども、シェフィーっていう名前は、もともとサニーから、インスピレーションを取って名前ができたんですよね。で、今、まあ、もう一回説明すると、まあ、私がちょっとね、落ち込んでる時とか、気分が落ちてた時に太陽のように現れた子だったっていうのと、まあ、バスキングがすっごい好きなので、太陽が好きな子っていうことで、最初サニーと名付けようとしたんですね。ただ、そこに、私が、なんていうんだろうね、男でも女でもいける名前にしたいなと思って、で、プラスディズニーの要素を入れたいなと思って、ディズニーのね、ダッフィーとシェリー・メイっているんですけど、ダッフィーとシェリー・メイ両方とも男と女の子なんですね。なので、そこから、シェとフィーを取って、ダッフィーのフィーね、と、あとシェリー・メイのシェね、を取って、シェフィーって名付けたんですよね。で、あの子はシェフィーになったんですけども、その時に付けようと思ってたもう一個の名前をこの子に付けてあげようかなと思い、この子はサニーにすることにしました。飼い主さんにご報告したら、お、いいじゃん、いいね、かわいいねってなったので、喜んでくれたので、サニーと名付けます。なので、うちでシェフィーとサニーを、一緒に飼育しながら、進めていこうと思っております。今後、二人とも動画上がると思います。二人ともハンドリングしてね、人に慣れてもらわないとなので。っていうのと、なんて言うんですかね、元気だよっていうのをね、ご友人の方にも知っていただきたいので、動画の方でしっかりと、ご報告していきたいなと思っております。
まさか2匹になるとは。まあ預かってという状況なので、まあもしかしたらね、本当にうちで預かるっていうか、うちの子になる可能性はあるんですけども、あくまでも今のところはうちの子ではなく預かった子という形にはなるので、名目上ね。まあただ半年ぐらいは本当に普通にうちにはいるので、あのうちの子として可愛がっていこうと思っております。はい。いやー、そう、海外出張ね、決まったらしくて大変そうですよ。なんか拠点はシンガポールの方がどうのって言ってたんですけれども、そっちを拠点にしながらも、そこからこうアジア圏内をね、あっち行ったりこっち行ったりって回るらしいんですよね。なんでなかなか大変そうだなと思っております。でその方はね、あの飼ってるのがこの子だけだったので、それ以外もね、もしいるっていうんだったら預かるのなかなか難しかったと思うんですけども、このサバナモニターちゃんだけなので、まあ預かろうかなって。あといつもね、よくしていただいてる方なので、なんていうのかな、まあいつものね、そのお礼も兼ねて、あ、いいよっていう感じで預からせていただきました。なんか餌もなんか送ってくれました、この間で。たまにお金送金するねみたいな感じで言ってましたけど、なんかそんな感じです。まあ、今後ともね、シェフィーとサニーの動画が上がっていくと思いますので、ぜひともシェフィーとサニーの動画楽しみにしていただけますと幸いです。はい、まさかのご報告ですね。サバンナモニターが2匹になるなんて、まあまだうちの子じゃないけどっていう感じですね。はい、まあ、この子もね、すごい大暴れする子ではないので、まあって言ってもテールアタックするけどね、ほら。でも噛みつきはしないので、そういう部分はね、いいかなと思っております。なかなかすぐには慣れないですからね、ゆっくりゆっくりハンドリングしっかりしながら、この子たちをね、幸せに暮らしていけるようにしたいですね。シェフィーはいつも通り密の水蒸気の中、この子は今来たばっかりだからちょっと驚いてるって感じですね。はい、ということで、今後シェフィーとサニーの動画上がりますので、ぜひともよろしくお願いします。なんか同じこといっぱい言ってる気がする。うん、はい、ぶつけ本番でね、動画撮ってるんでこんな感じでございます。またね、ぜひともこれからの動画お楽しみください。よかったらチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで本日は以上となります。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。